初代アズールアズールは、イギリスの自動車メーカーである、ベントレイモーターズが販売する高級4人乗りオープンカーで、ある。1995年に発表された。1991年に発表されていた、コンチネンタル R のプラットフォームをベースに開発された。全長 5334mm、車重 2610kg の大きさは、多くの人々を驚かせたが、 大人4名に快適な座席を提供することを意図していた。エンジンは、伝統の6.75リットル V8 エンジンを搭載、インタークーラー付きギャレットセーターボチャージャーにより、最高出力は298キロワット、最大トルクは 875NM を達成した。ゼネラルモーターズ製4足 AT を経由し後輪を駆動する。0から60マイルパワー加速は6.1秒と、 アズールはそのサイズや重量、空気抵抗係数からすると非常に速い車である。アズールの電動トップはピニンファリーナにより設計、製造される。1995年登場時、北米でのアズールの価格は347,645ドルであり、それはコンチネンタル R より36,355ドル高かった。1999年から、 生産終了まで、アズールはマリナートリムが提供されていた。特別なオーダーメイドのトリムや追加の機器が追加でき、製造プロセスを通じて、さらにカスタマイズすることもできた。車両価格は顧客の要望により一台一台異なる。1998年、フォルクスワーゲンはビッカースからベントレーを買収した。フォルクスワーゲンは、初代アズールを2003年まで生産し、 その後に、後継モデルを発表すると決めた。2006年、二代目アズールの生産が始まった。新しいアルナージのプラットフォームをベースにしたほか、大幅にアップデートされたエンジンが搭載された。アルナージのプラットフォームをベースにターボチャージャー付き、V 型機等8エンジンを搭載し、最高出力は3 4 0ット、最大トルクは 875Nm を達成した。 ホルクスワーゲンはエンジンを大幅に近代化するための資金を提供した。古いシングルターボチャージャーから近代的なツインターボチャージャーに切り替えることにより、ターボラグを軽減した他出力も増加した。新しい6速 AT で後輪を駆動する。ベントレーは0から60マイルパーアワー加速は5.6秒で、最高速度は時速270キロメートルと主張しており、初代よりも 若干速くなっている。二代目においても、サイズと重量からすると非常に速い車である。米国エネルギー省によると、このクラスの中でアズールは最も燃費の悪い車とされており、都市部では1ガロンあたり9マイル、高速道路では1ガロンあたり15マイルとされている。2009年のヤフーの調査によると、イギリスで販売される車の中でアズールは4番目に、 燃料消費量が多い車である。アズール T は、ハイパフォーマンス版である。外観上の違いとして 8.5J20 インチの5、スポークにピースアルミニウムホイールが255、40ZR20 のピレリ P ゼロタイヤと組み合わされるほか、ルマン、フロントウィングブのエアベント、暗い彩色の上下グリル、ジュエル燃料口キャップ、ボディ同色ドアミラーなどである。外観は、 ベントレイマーク6からインスパイアされたものである。大きなディスプレイを搭載したオーディオシステムは SD メモリーカードに対応しており、iPod、USB、ミニプラグ対応の外部入力にも対応している。オプションで、内イム4ベントレイと呼ばれる10スピーカー 1100W のオーディオも搭載できる。横滑り防止装置、タイヤ空気圧警報装置は標準装備である。 ツインターボ付きのエンジンは最高出力は3 7 3ット、最大トルクは 1000Nm を達成した。0から6 0アワー加速は6.1秒、0から1 0 0アワー加速は12.1秒、最高速度は時速2 8 8トルである。アズール T は LA オートショーで発表された。ありがとうございます。